いや、もうせやです。今回もマジバカくだらないこと考えちゃいました。何をやるかというと、俺が米炊いとくよって言っておいて、炊いてなかったら一体どんな話するの？タイトルだけ聞いたらなんだこれ、やばすぎだろと思うと思うんですけど、ちょっとそれをするなっていろいろちょっと面白くなりそうだなと思ったんですよ。でなんでかっていうと、明日はまあなんか久々じゃないですけど、まあデートしようみたいになったんですよ。まあお出かけしようよみたいな感じになって、で大体デートするとまあなんか外食とかしたりするじゃないですか。だから僕がね、あえて明日のデートはちょっと外食とかやめようみたいな、まあ体の気を使ってみたいな、あとなんかその節約のためにみたいな感じで言います。でだから俺が作る、俺が米を炊いて俺が作るから帰ってきたらそれ楽しみしようみたいな感じでちょっと申し訳ないと思います。で、今りっちゃんはお風呂入ってるんですよ。戻ってきたらちょっとそのベッドね時にちょっとめっちゃそういう感じでアプローチします、節約するからみたいな。それりっちゃん多分うわってなると思うんですよ、喜ぶと思うんですよね多分。マジでって多分きっとなると思うんです。だからこそそのテンション上げておいてからの米が炊いてなかったら多分面白いと思うんですよ。もう意味わかんねえなと思って、なんか今回ほんとまたそんな感じでくだらないことやっていこうと思います。それではやってきます。じゃあもう寝ようぜ。もう寝よう。うん、おやすみベイビー。おやすみベイビー。明日楽しみかい？明日楽しみ。明日楽しみ。そういえば明日さデートあるじゃん。うん、なんか外食じゃなくてさ俺が作ろうかなと思うんだけど、え、まあ、いいの？いいよ別に。なんかそうしようかなと思って、なんかずっと外食ばっかだったしさ、節約とかも心がけた方がいいかなと思って。なんだよ。いや、なんか行く時、いや、そういう言葉を聞けるなんて思わなかった、まあ、もう寝そうだな、もうまあだから思わなかったよ、嬉しいよ。だからそう、だから明日俺がね、まあ、手料理だからなんかお米とかさそういうの炊いて俺が全部なんかご飯とかやっとくから、だからそれで明日楽しんで帰ってきたら俺がもう米炊いてあって、うん、ちゃんゆっくり休んで俺が作ってお出かけは閉じるみたいな。わ、最高じゃんそれ、めっちゃ楽しみ。だから明日俺の久々の手料理だから、楽しみだな。明日はもっと楽しみだね、ハム太郎ね。心の準備をしないと。お、ベルさん、そこにいたの？ただいま、ベルさん。ただでいる。楽しかったね、今日も。ね。いっぱい歩いた。いっぱい歩いた。え？いっぱい歩いた。いっぱい歩いた、聞こえた、今。いっぱい歩いた。よいしょ。よいしょしか言ってないよ。年じゃん。よいしょ。年だね。ベルさん、餌食べた？あ、餌。俺たちも餌作んないとな。じゃああれさ、米たぶん炊けてると思うからさ、ちょっと混ぜといて。うん、ちょっと待って、じゃあベルさんに下げたんでしょ。ベルさん、ベルさん、ご飯だよ。はい、来たい。来た。食べてください。で、お米を、うん、米混ぜといて、ちょっと料理のやつで。うん、炊いたよ、予約したよ俺。マジで本当なんだ、何もお米も入ってない。お米も入ってない、嘘だ。お米も入ってないよ、嘘だ、ね、しかもコンセントも入ってないから。え、見てみなよ。え、なんで。なんでじゃなくて、え、だって炊いたんじゃないの。予約したよ。本当に予約した？いや、だって、え、だって洗った？洗ってご飯セットしたんじゃないの？いや、もうしたかな。え、やばい。え、やばいよ。え、じゃあご飯どうするんだよ今日。え、ちょっと暗いからちょっと電気つけるそこ。え、だって今日さ帰ってきたらご飯作るっていう話だったじゃん。お米すら入ってなかったよ、だって。え、そんなことある？マジで？夢だったかもしれないけど、わかんないけど。夢？え、やったかもしれない。え、でも、え、嘘だ。え、だって今から時間かかるから、じゃあ別にもう出前とかでいいんじゃない？え、なんで？
出前はしないよ。出前でいいんじゃね。しょうがないってないんだもんだって忘れてたし、だってまた数時間待つんでしょ。しょうがねえよもう。え、しょうがないじゃなくてさ、いやだって昨日さ寝る前にさ話したじゃん、約束節約しようねって二人で家で作って食べようねっていう話をしたじゃん。したのにさ、なんで出前しようとするの。いやもうしょうがなくね。でも出前しかねえじゃん。だってもうまた米こう溶いてこう炊くんでしょ。そうだよ。でもこんもうしょうがないよさ。いやしょうがないよじゃなくてさ、ちょっと自分が昨日さ短歌切って言ったんじゃん。昨日さそういう風に言ってくれて、じゃあ2人で節約しようみたいな話になって、そういうこと言ってくれて私すごいさ嬉しかったんだよ。見直したしさ、あそういう風にあ考えてくれてたんだなと思って、すごい私嬉しかったのにさ、今日になったらさ手前しないみたいなさそんな軽々しくさ言える？昨日あんなこと言ってさ語ったのにさ、2人でしっかりしてよ。しょうがない、ちょっと忘れちゃってたもん。だからもうソーリーソーリーソーリー、いやここ日本だからソーリー、何ソーリー、ラクタン総理、ラクタン総理、爆弾。なんだろうね、本当なんだろう。期待しちゃダメなんだなと思った。俺に？うん。俺のクッキングは今度だ。カミングスーンっていうことね。カミングスーン。カミングスーンでどう？I'll be back 的な。もういいよもうもういいもういいよ、分かった、もういいの、もういいよもう、うん、じゃあもういいぜ、もういいよじゃあいいよもうだって前取るぐらいだったら、じゃあいいよ、私なんか作るよだったら。ほんと、うん、もしかしてさ、もしかしてだけど、めんどくさい、めんどくさいからわざと忘れてたんじゃないでしょうね。そらねえな、もう顔からすごいにじみ出てたよ、やった顔がよかった今の。なんだ、じゃあ俺も一緒に作るよ。結局作るんだじゃあ一緒に作るんだ、それでいいじゃん、仲良く。何よ、じゃあいいよ、分かった、もう、うん、ちょっとし上だけ着替えてくるから。じゃあ俺下だけ着替えるなんでだよほらもう下着替えたぞ。待って、今ね探してんの。何よ。上着るやつよ、部屋着だよ、部屋着。あー、じゃあどうしようかな。パスタとか作ろうかな。パスタ作ったお前、だってご飯待てないでしょ。あ、そうだな、無理だな、りっちゃん米忘れたし。だから私じゃねっつってんだよ。怖っ怖っ怖っ着物にしてやるって言ってる。何？え、だって何？だから今回やったやつはね、まあ、俺が米研いどくよっつって研いでなかったらどんどんするっていうくだらないことこんなことやってるやついねえよ多分。いや本当にマジでくだらないし、まあ、誰もやらないよこれ。本当この人米忘れるがしょうがない。え、待って、本当に忘れたの自分だから。ちょっと上すぎた。上杉謙信。米忘れるからね。本当困るよねこの人。米忘れるしね、研いだのも忘れてるし。いやじゃだから。コンセントも入ってない。米も入ってない。どうなんかね、米研ぎ忘れるってあるあるかなと思って。え、でもあれわざとでしょ。わざとだよ。だからあるあるでさあるじゃん。だからなんかちょっと俺がなんか節約するとか、俺が作るってテンション上げといてからの、この俺が作ってなくてやっぱ出前しようよっつったらなんか面白いかなと思って、この米を研がないっていうことに対してのなんか動画みたいな本当にくだらないね、うん、もう見てる人もね、もうバカじゃねえのアホだなって思うよね、うん、本当によくこんなのやるなって思ってそ, それが松チャンネルなんですよ。大丈夫、誰もやらないような企画をやるのが松チャンネルなので、うん、うんあんなこの企画みたいなさ、うん、いや本当にそう思うよ、うん、私も、まあまあ、忘れんなよ米は。何だから自分だって言ってんじゃん最後まで人になすりつけようとしてさあ、だからほらね、これかわいそうだからさ、それこれやるよ、ずっと食いたいっつったから俺の分をさ、俺の分をさずっと食いたいっつったから、うん、まあ、ちょっとかわいそうだし待ってる間これやるかと思ってさ、うん、いやそうじゃなくて、あ、いらないんだ。え、いるけど、このたい焼き、あ、これたい焼きでしょ、うん、これこのたい焼きは、
自分が忘れたことに対しての私への謝罪のたい焼きでしょこれ。いやもうそういうことだよ、ね、でしょ、まあ、謝罪とか私が忘れてかわいそうじゃなくて、いやそれは超根に持てる、いやそうじゃなくて普通にかわいそうだなと思ってあげようと思ってこの企画やるし、ま、待つじゃん時間を、うん待つね、だからちょっと甘いもん食ってからのしょっぱいもんぶち込む的な、うん、うん、やったもらった、まあそれ食ってこれから頭の回転をちゃんと回して忘れないことだな。お前もいつまで根に持ってんだよ忘れんなよ